11月28日日曜日の全国の天気をお伝えします。北陸から北日本の日本海側は雨や雪の降るところがありますが、次第に冬型の気圧配置が緩み、午後は天気は回復へと向かいます。ただ新潟周辺は午後もにわか雨の可能性がありますので、外出の際は念のため空の変化にお気をつけください。関東や東海、西日本の多くの地域は晴れアイコンが並んでいます。青空が広がり、穏やかな天気となりそうです。南西諸島は先島を中心に雨が降り強まる恐れがありますので、お気をつけください。各地とも朝晩を中心に冷え込み、一日を通して寒いので防寒が必須です。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。以上、全国の天気をお伝えしました。Thank you.